大谷のスーツはボス。上下約15万円、靴などを入れると約22万円。同ブランドのアンバサダー。エンゼルスの大谷翔平投手29が、11日日本時間12日、オールスター戦を前に、ワシントン州シアトルで開催された、レッドカーペットショーに3年連続で参加した。今年はグレーのスーツ、青系のグレーシャツに、グレーのネクタイ、黒の革靴のシックな装い。ア・リーグのダスティ・ベイカー監督に続き、選手の1番手で登板し、シアトルのファンから大きな声援を浴びた。100億近く稼ぐ男が22万のスーツ。大谷はプロ入り後は金を管理してもらってる親から毎月10万円の小遣いを通帳に振り込んでもらってたが、2年後にその通帳には200万円残ってたそうだからな。靴入れてこんなに安いの？普通このレベルなら靴だけで余裕で20万超えるだろうに。体格がいいからスーツに合うなぁ。男物のスーツは女性の高級服に比べて格段に安いよな。シャネルのジャケットとか1着50万だろ。レッドカーペット見た時安物っぽいなとは思ったが、まさか俺と変わらんとかマジ交換しかない。安、でも素材がいいからな。交換しかない。結局値段より着る人次第、何でも似合うからずるいよな。とりあえず悪い奴に騙されないように願うわ。騙されるも何も心許した人間としか交流持たない感じだから騙されることはなさそうだが、俺たちがユニクロの2000円シャツ着るようなもんか。いやいや振りまで200円の服着るようなもんだろ。自分で服選ばないで一平が服選んで買ってそう。安けどかっけえな。大谷翔平ならユニクロのスーツでもかっこいい。庶民的だな。今年はネクタイの結び方が上手になってた。このクラスになると金額とかどうでもいいだろう。5万のスーツでもかっこよく着こなしそうだ。ここまでの人になるとリーズナブルなものを身につける方が下手に高価なものより経済効果えぐいだろうな。大谷が着れば何でも価値が跳ね上がる。昔から服とかに興味ないって有名だったしな。本当はもっといいもん持ってるだろ。多分無頓着で渡されたもの着てるだけ。アンバサは昔よく飲んでましたよ。もっと高いのを着てもええんやで。大谷の稼ぎから見れば安いもんだ。ボスジャンめっちゃ応募したな。Y は応募してジャンバーもらったで。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。